ごい簡単だっていうことをまず教えてあげる。こんにちは、南原です。今実は夜中のですね、なんとですね、もう12時20分。 YouTuber デビューはなかなか苦難の道のりですね。実はですね、最近とある27歳の YouTuber かつ経営者の方が私に話があるといい、虎ノ門のオフィスまで来ていただいたんです。聞くと彼らは自分たちのジムをオープンしたいそうで、私が所有するジムを賃貸で貸してほしいという提案でした。本来であればあまり外にお見せしない内容なんですが、今回面白い方々だったり、彼が YouTuber だったり、その話の一部始終とその後の展開をですね、ほぼリアルタイムで YouTube に流していきようと思っています。まあマネーったらその後みたいな感じですかね。もし同世代の方がいれば、どのように彼らが私という門を叩き夢を叶えていくのか、事業の活路を開いていくのか、いろいろ感じながら見ていただければと思います。それでは、ありがとうございます。お時間いただいて、とんでもないです。僕は株式会社モルミ代表の中川、はい、と申します。はい、私はトレーニング部門の責任者をしております、凪良と申します。よろしくお願いします。ちょっと俺負けてる。毎回体脂肪率 7% ぐらいまで絞って、大胸筋から血管が浮いて、点滴が打てますねっていう。コンテストで出るんじゃない。ボディークだったっけ、あそこで名古屋の大会で入賞して全国大会には出たんだよ。うん、実を言うと、大手のトレーニングジムのライスナーとかさんってあるじゃないですか。あそこの社長さんはうちのお客さんだったんですよ。はあ。で、うちに帰ってきてて、最初うちのトレーナーさんが、いいお客ですね社長、どうして、従業員まで連れてきてすごい熱心に来るんですよ。で、トレーナーから電話かかってきて、やられましたって言ったら、丸々くんを引き抜かれてライズアップって自分作られた。結構なボディービルダーのおじさんたちになんかこう感謝されて、今僕らの地位が上がったのは南原さんのおかげですって言われて、昔はキモいって言われたけど、今ちょっとトレーニングをサボってそこそこの体でステージに立つとかっこいいって言われるようになったって。コンビニにタンパク質が置かれるようになったのは俺のおかげだって。なるほど、確かにそうですね。昔名古屋で最初のジムを始めて大ヒットして、全国展開かけて、うちのトレーナーを辞めた人たちの店だけで100店舗がある。だから R を入れると、はい、まあ、うち関係で300店舗ぐらいもあるんだよ。さらにそこから辞めた人まで入れると相当な数だと思うけど。ちなみに R なんて R 出身で、 R 出身で1年前までちょうど R で働いてる。はい、思い出たくさん。じゃあ俺のおかげで、もう背筋がシュッ。でもまだもうちょっと体の作りが甘いな。今やってる最中、組み立ててる最中、組み立ててる最中ですか。じゃあバチバチで大会でも入賞してました。すごい。もう T シャツにしとけばよかった。大胸筋がもう浮き上がってるのが、ありがとうございます。ペロンペロンだね。ちょっと頑張ろうかなと思って。やっぱトレーニング、そんなボディビルダーほどではないんですけど、やっぱきっかけで、まあ、人生が前に進み出したっていうのは本当にあるので。集客さえできれば、集客っていうところは、なぎらはじめ、圧倒的な自信が。本当、圧倒的な自信があるんですよね。本当に。心と体の両立だと僕は思っていて、その心の部分っていうと、での人とのつながりだなってすごく感じて、そこをしっかりと打ち出して、っていうところをやっていけば、まあ、僕たちは幸い、なんて言うんでしょうか、フォロワーといいますか、そのあたりはかなり。まあ、心を変えるっていうのをやりたいんですよね。イメージも来ると、元気が出るジム。なるほど。パーソナルジムですね、小さい店舗で。じゃあもう、ワンブースっていうか、ワンブースです。2人入れないぐらい、はい、1人しかできない。そうですね。もうパーソナル。そこ家賃いくらぐらいとか。そうですね、いろいろ込めても10万円ぐらいですね。家賃7倍になっちゃう。そ
そうですね、まあでも設備感と見た目から比べれば7倍以上の価値あるもん。いやそうです、あの内装もすごく綺麗ですし、その僕たちの色ってこのオレンジになるんですよ、うん、わーと思ってこの色合いがあって、そう、それで今日も着てるんですけど、その T シャツを僕も1枚ちょうだいお送りします。この裏側も、はい、まさにオレンジの色がバッチリだね。そうなんですよ、うわこれはなんか運命的なものすらも感じた、うん、見てたんですよ、僕はマネトラ、そうです、マネトラ先生、南原社長がこう何か言い出した時はカメラがシューッと見えてみたいな雰囲気になるのがめちゃくちゃ楽しくて今日も正直かなりドキドキしながらやっぱ昔のあのインパクトは本当に忘れられないというか、あの怖くないから大丈夫、会員制ジムやりたいっていうのはちょっとあって、あの名古屋だけではなく、うん、東京、大阪っていうふうに作っていくっていうとかも見据えて、人材の育成が大変だよね。人材の育成、本当、うん、僕も経営者1年目で通過してるんですけど、うん、でも本当にいい人材今集めてるってなと思って、うん、で僕はなぎらっとめちゃくちゃ信頼してて、うん、してほしいこととかないあります、ちょっとコラボというか、うん、会談っていうのをぜひお願いします、うん、会社でかくするなと思いますが、ね、しすぎちゃう、まあ、僕はどっちかっていうとちゃんとトレーニングすればビジネスもきちんとできるよ、うん、それでこう積み重ねていくのがやっぱりビジネスだからさ、うん、圧倒的な天才なんてそういないんだよ。素晴らしい空間を作ります。ぜひ、うん、成功させる自信はあると思うと、自信過剰じゃないじゃんいや名古屋もジムあるよ、いっぱい。あ、はい、ありますね、いっぱいありますね。ありがとうございます。いいね、楽しみだね。そんな自信過剰で大丈夫、はい、応援するから、はい、ちょっとまたなんかこれ教えてくださいとか協力することがあればありがとうございます、はい、成功、はい、よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ジムのビジネスは日本の人口が減っていく中でもまだ伸び余地のある数少ないビジネスです。ただ特許が取れない等の脆弱性もまだたくさんあります。そんな中で彼らがですね、今回大きな階段を上がっていく、つまり僕はよくビジネスはですね、坂道を上がるようなものではなく階段を上がるようなものだと、つまり彼らにとっては今回が大きな一つのステップになると思います。このステップが成功すればさらに次のステップへと、ぜひ彼らを応援したいと思っていますので、皆さんもよろしくお願いいたします。